はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の座標空間における図形丸1をお送りします。で、ここからタイトル変わりましたね。で、今回も問題演習なんですけど、大きな問題が1問で小問が4問となっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。おし、じゃあ行きましょう。で、先に言っておくと、多分久しぶりにめちゃくちゃ短い動画になります。これ速攻で終わりますんで。で、何出すかっていうと、まあ、3点 ABC 座標が出てます今回。座標ね。で、それのこれを、まあ、使って下の4つ、内分点とか外分点、中点、重心のね、座標を求めようと。で、前の動画もそうですけど、内分する点とか普通にずっとやってきたじゃないですか。で、それは今回座標でやっていくだけなんですけど、今のところベクトルとか成分でやってたけどね。で、結局これ AB を3対2内分なんですよ。で、今までと同じです。まあ、ちゃんと書くっていうかね、俺がいつもよく書くんだったら AB を3対2なんで、内分点だから3と2を足して5分のが出ます。5分のほにゃらら。で、あとは×掛けっていつも言いますけど、2A3B をかければいいから、ちゃんと書くんだったらね、 X 座標5分の 2A っていうのは A の X 座標2をかけるから16、 3B なんで3と、ね、B の X 座標やるとマイナス6。で、 Y も同じです。5分の 2A だからマイナス14、 3B だからサザンが9でプラス9で、 Z が2A だから10で、3B なんで5315と。では、ちゃんとこれ計算して5分の10だから2、5分のマイナス5だからマイナス1で、5分のマイナス5だからマイナス1で終了ですよっていう感じね。新しいこと何もないっていう。だから外分点も同じで AC2 対3ですね。 AC2 対3で、外分点の時は自分は小さい数字の方にマイナスをつけるっていうのをいつもやるので、マイナスをつけると。で、あとはそれさえやってしまえばこっちと同じです。マイナス2と3を足すので1分の、つまり分数消えてくれると。楽なパターンだね。で、1分ので、まあ、バツいこうか。 3A とマイナス 2C だね。 3A だから8324、マイナス 2C だからマイナス6、こういうのね、かけると。で、3A だから Y がマイナス21、マイナス 2C なんでプラス4、 3A だから、5315のマイナス 2C なんでプラス6と。で、計算すると18のマイナス17の21がでかいな、数が。これで OK となります。ちょっと途中式やってるから、なんかあんだよな。大丈夫ね。で、次 AB の中点ですね。で、中点は1対1に内分する点です。なので、まあ、一応書いておこうか。1対1に内分する点。で、考えて、これと同じようにやっても構わないし、中点っていうのは2分の A と B の座標を足すんです。2分の足したやつ。これは、中3の時にやった、まあ、2次関数とか、まあ、1次関数より2次関数かな。中3の時の2次関数の時とかね、よく中点出てくるんで使えますけど、2分のそれぞれの座標を足せばいいと。だから、これちょっと暗算しちゃおうか。2分、下でも入るから一応書くかね。X が、2分の A と B、ここね、足したやつだから、まあ、一応書くと8マイナス2か。で、Y が2分のマイナス7、プラス3。で、Z が2分の5とマイナス5。で、計算すると、2分の6なんで3。2分のマイナス4なんでマイナス2。上0だからね、こっちは0と。これで OK でございます。で、もって、最後、重心。で、重心も、まあ、中点と同じように考えるとか覚えてほしくって、重心は3分の全部足したやつです。それぞれの座標をね。だからちゃんと書くと、3分の足すから、一応書くか。8マイナス2プラス3。
で次3分のマイナス7プラス3のマイナス2か。で3分の5マイナス5マイナス3ですね。でまとめていくと3分のここが8じゃない、8じゃない、3分の9か、9だから3になる。でここがマイナス6か、3分のマイナス6だからマイナス2で、ここ3分のマイナス3だからマイナス1となって、こんな感じで終了となります。はい、5分っていうね。なので今までやってきた内分点、外分点、中点、重心、出し方は同じです。で同じようにやってことが、やることができますので、ね、こんな感じで解いてみてください。では今回は高校数学数 B の座標空間における図形丸1をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。でこのタイトルがですね、ちょっと待って、丸3まで続く予定ですので、まあ、次回丸2ですねやっていきますから、もしよかったらねそっちの方も見てみてください。ほんじゃ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。